どうもクイズ君山本です。東君です、僕たちと1時間これだけはやると決めて、勉強だったり作業だったりを一緒にやる、題してクイズノックと学ぼう勉強ライブ。はい、ということで、このシリーズもまあ結構続いてるわけですが、初めてかなこの2人。山本さんとは確かに初めてかもしれない。初めてかもしれない。まあね、同じペアがあってもいいからね、ということで、新鮮な気持ちでお届けしましょう。ということで、まずはですね、今回の、何をやるかというのの目標を立てて、この1時間ビシッとね、締めるためにも最初に目標を立てておくということが大事ですね。なんで、目標を決めますか？はい、いかがでしょうか？私はですね、ニューモニックを回します。出ました、ニューモニック。ちょっとクイズの勉強します。はい、校長は？それでいうと僕もまあクイズの勉強なんですけど、おこちらですね。これ見ると分かりますね。100問ペーパー解きます。ペーパーを解くための紙だ。とりあえず、目標は2枚。2枚、200問。おお、結構やるね。採点もする？まあ、採点も頑張って。おー、悪くない。復習は別にしますけど、はいはい、点数ぐらいつけて一旦今日はペーパーを解くと。はい、ということですね。皆さんもぜひ、目標を立てて、コメント書いてください。そしてですね、この勉強ライブ、スケジュールとしてはまず25分間集中で、5分間休憩して25分間さらに集中というね、まあ、計50分とプラス5分のスケジュールになっております。なんでね、25分間の集中するもの、25分間集中するものを決めておくということですね。ゴンちゃんだったらペーパーをちょうどって感覚もあんまり伝わらないですけど、だいたい100問だと20分がスタンダードなので、まあ、採点含めて25分で終わるといいかな。なるほど、いいですね。まあ、時間に合った目標にするもよし、一旦考えずにバット立てちゃうもよしだね。ということで、集中する25分間はチャットも非表示にして一緒に頑張っていきましょう。ということで、リアルタイムで見てくださってる方はぜひね、チャットで、もうバンバン目標コメント書いてください。目標宣言と、まあ、あとモチベとかもね書いてくれたらいいかもね。何のためにこれをやるのか。おお、どうですか？それは他の人のモチベとかを見てもなんか自分のモチベになったりするかもしれない。そうだよね。あ、確かにこの視点なかったなみたいな、自分磨きのためとかね、偉いなとか思ったりするわけで、ぜひ書いてください。そして、アーカイブで見てくださってる方はコメント欄にもね、ぜひ書いてください。ということで早速やっていきましょうか。はい、じゃあ最初の25分やっていきましょう。じゃあタイマーは私がやりましょう。ありがとうございます。大丈夫、20分測んなくていい？いや、僕はペーパーのタイマーじゃないといけないんでした。勉強ライブのタイマーをお願いしたので。わかりました、はい、では、参りましょう。ちょっとね、はい、では前半25分間用意スタート。
はい、終了です。前半25分間お疲れ様でした。うぃー出ますね。ということで、休憩の5分間に入ります。これ忘れそうなんで今のうちに測っておいて、はい、ということで、M さんどうでしたでしょうか。集中できましたね。ぜひやったことをねコメント書いてください。ゴンちゃんどうでした。いや、5分の休憩とかいらないんでもうちょっとやりたいです。いや、まあ切り替えてね、これちょっとキュッと休憩して、一旦リフレッシュするのも大事。クイズの悪いところですね。終わらなくていいっていう。もっとやりたいって、ね、別に休憩いらないっていう。解き終わった。まあまあ20分解いて、点数だけつけて、みたいな。まあ、ちょっと間違えたやつを書かないといけないっていう。はいはいはい。感じですね。これ最近のペーパー？こちら、こちらです。こちら。ああ。ああ。公開された。最近公開された。あ、いやいや、前だと思いますけど、なんかブックマークしてるんですよ。あ、なるほど。ペーパーがね、公開されると。公開されてるやつをブックマークしてて。大会によってはね、ペーパーを公開してくれるところも多いからね。なるほど。参加してないやつ解こうと思って。いいですね。どうなの手応えは。なんか懐かしさと、結構勉強してたゾーンではあるから。懐かしいです。ああ、自身的に懐かしいとかあ、いやいや、まあまあその知識的になんか、今最近これ答えてない、これとか、うわー懐かしい。懐かし単語。懐かしい、まあ、大事な数学者ではあるんだけど、あんまり最近聞かない、最近聞かないみたいな、確かみたいなことを思いながら言ってました。いいですね。楽しいですね。今年はね、まあまあまあそこそこ進みましたね。ただまあちょっと調べながらやっぱやってる。ああ、そうですよね。てか気になっちゃいますよね。気になっちゃうのよ。僕もこう間違えたやつ早く覚えたいっていう気持ちが、点数だけつけたんですけど、重要なのは何点取ったかじゃなくて何個間違えたかって、いいこと言う。そっちを見たいんですよ。まあ本番じゃないからね、結局、まあ、解けなかったものとか、そうです、ギリギリ解けたものとかにも結構価値があるから、これは分かったけどこれと似てるあれなんだっけみたいなやつもこうメモっといて、あれ、結構ね、勘で当てるとそのままスルーするみたいなことあるから、勘で当てたものをしっかり復習しておくっていうのが大事だね。私はね、ちょっとゴースト暗算という、ね、言葉が出てきたんだけど。ああ、ゴースト暗算、はい、ゴースト暗算ってどういうものかっていうのをあんま知らないなと思って、確かに、ちょっとゴースト暗算について調べてしましたね、そういう時間が。僕のイメージだと、うん、とりあえずまず日本人が提案してくれる点で、インド式とか特別されて、なんか 2×2 とかの掛け算がめっちゃ早くできるみたいな、みたいです。なんかちょっとね、計算はちょい複雑なんだが、確かに練習、その今までシステマチックにこう筆算でやってたものをもうちょっと覚えやすいというか、頭の中でできやすく処理してくれてるなという感じがして。それはその山本さんはゴースト暗算ができるようになりたかったのか、ゴースト暗算の問題が出た時にパッと答えられるようにしたかったのかどうですか。まあその今ね、こうニューモニクに入れてる理由は、クイズに出た時にゴースト暗算って答えられるようにするためなんだけど、まあちょっとやっぱ何も知らないとちょっと恥ずかしいなという気持ちもあるので、一旦調べてみるか、やり方をちょっと、そうそうそう、まあ記憶の定着にもつながるかなと。魚の骨みたいなやつあるんですか。あ、そうそうそう、お魚プレートっていう。お魚プレートがゴースト暗算に使うやつですか。あ、そうそうそう。あ、そうそう、なんか大体その単語聞いてなんとなくポーンとしたゴースト暗算っていつやってるから。お魚プレートって何なんだっていうね、はい、どうやって使うんだみたいなところ、タスキにかけるみたいな、そういう何かをやるやつだと調べるか。僕も気になってきた。気になるでしょ。お魚プレート、どうやって使うんだ。単語だけ聞いたことある。あれなんか普通に食器が出てきた。魚プレート、ゴーストアンサーとか調べて計算するんだよね。わかりますね。
確かにお魚の形のなんか道具というか、まあ、そういったものをイメージして暗算するっていうことですね。ああ確かに、はい、筆算、筆算をこういうふうに理解するってことか。そう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 、もうこれ2桁かける2桁とかでもできるようになる。なるほど。ということですね。ということで5分間の休憩終了です。はい、では愛しの待ち望んでいた後半25分いきましょう。また100問やります。いいですね。では、始めましょう。用意スタート。
はい、時間です。後半の25分も終了。お疲れ様でした。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。このね、本日やったことぜひコメントに書いて、報告し合ってください。こんちゃんはどうでした。難しい難しい難しいと復習することがいっぱいあって大変でも知らなかったことをいっぱい知れていいよね。素晴らしい素晴らしい。ペーパー2枚解いた。はい、解きました。おいいですね。意外といけますね、解くのと、まあ、採点ぐらいは。復習の時間はない。そう、そこから復習ですね。まあでもその、何を覚えないといけないかを把握するのって結構、クイズに限らず大事だと思うんですよね。それを見つけるための時間っていうのもやっぱり必要なんじゃないかなと。いいね。まずはこう何を勉強すればいいか、何を覚えればいいかっていうのを整理する時間って大事ですよね。私はですね、ニューモニック見ますと、めくったカード数、373枚。おお。50分間で373枚。まあ、ちょっとね、寄り道もしてたんで、めっちゃ効率よくという感じじゃないですが、結構いい感じですね。すごい嬉しい。373問も復習ができたということです。ということです。皆さんどうだったでしょうか。今回の、やったこと、達成できたことだったり、目標にしてたことだったりを、ハッシュタグ、クイズノックと学ぼうをつけてツイートしてください。お願いします。自分用に記録しつつシェアすることで意識高めていくということですね。そして、コメント欄で僕たちにも報告してくれると嬉しいです。ということで、これで本日のクイズ族と学ぼうライブ配信は、終了となります。ぜひ次回の勉強ライブも皆さんで一緒に勉強していきましょう。ということで、一緒に勉強したい友達がいたらぜひ連れてきてください。それじゃあね、バイバーイ。